ニューヨーク市地下鉄7系統延伸事業は、ニューヨーク市地下鉄 IRT フラッシング線の延伸事業である。延伸部は、当時の終端駅である7番街41丁目のタイムズスクエアマイナス42丁目駅から、南西方向の11番街34丁目に、新設する34丁目、ハドソンヤード駅に至るまでの 1.6km の区間である。 10番街41丁目に設置予定だった10番街駅は2007年10月に計画から外された。延伸部は全区間ニューヨークのマンハッタン区内にあり、7系統各駅停車と急行が運転される。延伸計画はハドソンヤード再開発プロジェクトのキーとなっており、ビジネス利用者や観光、娯楽客を地域に取り込み、近隣のチェルシーや、 ヘルズキッチンの再開発の助けになると期待されている。また、ハドソンヤード地区のジェイコブ・ジャビッツコンベンションセンターへのアクセスラインともなっている。この計画はもともと2005年に提唱されたハドソンヤード再開発計画を建設する計画も含むの一部だったが、スタジアムの建設計画をニューヨーク州議会が否決したことから延期になっていた。 地下鉄の延伸工事は2007年に始まった。延伸線の開業はもともと2013年12月の予定だったが何度も延期された。2014年1月にまたキャピタルコンストラクションの社長であったマイケル・ホロドニチアヌは車高エレベーターの設置が難航しており、開業は夏の終わりから初秋頃まで遅れるだろうとした。 2014年2月にはこの理由で2014年11月の開業とされた。しかし2014年6月には、ホロドニチアヌは、また取締役会で車高エレベーターとエスカレーターの問題に加えて、トンネル内の換気ファンの振動が大きいことがわかり、開業はさらに遅れる見通しであると述べた。2014年12月には、またから2015年2月に開業すると、 発表されたが、様々な問題が残っており、開業はさらに遅れていった。2015年3月に、または2015年夏に開業すると発表し、最終的な開業日は2015年9月13日になった。マンハッタン周辺の地下鉄路線図、未建設の十番街駅も描かれている。紫の実線は、フラッシング線の既存区間、紫の破線が、延伸区間である。 青の破線は34丁目、ハドソンヤード駅南側の留置線である。市内新西部の再開発を推進するため、都市交通システムを延伸する案は1969年には持ち上がっており、ニューヨーク市都市計画局のマスタープランでは、ミッドタウンを48丁目の通りに沿って、西側に拡張し、8番街から12番街にかけて立ち並ぶ。 ありと、あらゆる種類の時代遅れで老朽化した建物からなるブロックを建て替えるとしていた。しかし、市政部の40丁目から50丁目界隈の再開発プランは、東西方向の路線新設のための集裁発行が、否決されて頓挫してしまい、結果として、世間の注目は30丁目界隈と IRT、フラッシング線に向けられることになった。 CBC の1993年の提言を受けて、マンハッタンセントラルビジネスディストリクトへのアクセスを改善するため、または7系統をニュージャージー州まで延伸する可能性について検討を始めた。2001年には、チャールズ・シューマー上院議員は、企業や市民団体を集めて、ミッドタウンのオフィス街を西側に拡張するには、地下鉄の延伸が必要であると主張した。 市西端部までは徒歩だと20分もかかる。しかも、グランドセントラル駅やマンハッタンの東側から、西端部まで通じる便利な路線がなく、マンハッタン区やクイーンズ区、ウエストチェスター郡、コネチカット州からの通勤は困難である。フラッシング線の延伸は2012年夏季オリンピックの招致の一環で提案されたものである。 ニューヨーク市は2005年7月の IOC 総会の前には建設資金を確保しておくことを望んでいたが、またの投資計画ではすでに2番外線やイーストサイドアクセスへの投資が決まっていたため、フラッシング線延伸の資金を捻出することができなかった。オリンピックスタジアムとなるウェストサイドスタジアムはウェストサイド走車場のすぐ近くに建設される予定であったが、 2005年に衆議会が建設を否決したため取りやめになった。このため、ニューヨークはオリンピック開催地の線から漏れてしまった。しかし、ニューヨーク市政府は、ナンバー7サブウェイエクステンション、ハドソン・ヤード・リースニング・アンド・デベロップメント・プログラムというレポートの中で、ハドソン・ヤード地区の区画整理や地下鉄の新駅設置を提言しており、 ハドソンヤード近隣の28丁目から43丁目までの約60ブロックの区画整理と、それに続く地下鉄の延伸計画が承認された。2006年12月12日にマイケル・ブルームバーグ市長は、リベラル系圧力団体の自然保護のための有権者、行動連盟に対して2006年11月から7、系統を11番外34丁目に延伸する。 費用をまかなうための資材の発行を始めたと述べた。24億ドルの延伸資金は、延伸区間の開発により期待される、固定資産税の税収を整備費に充てる、増加税収財源措置債を販売することで調達された。2007年10月に、ニューヨーク州交通局は11億4000万ドルで、7系統の終着駅である。 タイムズスクエアマイナス42丁目駅から新設する34丁目、ハドソンヤード駅までの間に2100メートルの伏線トンネルを建設する予算を獲得し、建設工事契約を S3 との間で締結した。工事は、またキャピタルコンストラクションが監督し、34丁目、ハドソンヤード駅の設計は、ダトナーアーキテクツが担当した。s は、工法で、 新駅部分とトンネル区間の最初の300メートルを掘削した後、トンネルボーリングマシン2機を投入して、残りの1800メートルの掘削を開始した。計画段階初期には、新駅にはホームドアが設置されることになっていた。また、駅には冷房装置が設置されることになっていた。延伸区間は地下部各にあるため、他の路線で一般的な換気口の代わりに換気筒が設けられた。 しかし、遠心区間の発表直後に、または24億ドルの予算を超過することが見込まれる、ため10番外駅の設置を取りやめて5億ドルを節減すると発表した。2007年12月3日には、またが遠心区間の起工式を行い、ジャビッツコンベンションセンターに隣接する区画から、掘削を開始した。建設にあたって IND8 番外線の42丁目、 ポートオフソリティバスターミナル駅の下層部のプラットフォームが障害になったが、使われなくなった部分を取り壊して建設が進められた。地下鉄工事現場。左矢印はメインの34丁目入り口。右矢印は35丁目入り口である。2008年6月にマンハッタン11番街でトンネル掘削工事が始まった。2009年2月には2期のうち1期目の トンネルボーリングマシンを25丁目11番街、交差点の角に設けた巨大な縦坑から吊り下がろした。2機のトンネルボーリングマシンは、並行する2本の全長2200メートルのトンネルを11番街に、沿って41丁目とタイムズスクエアの交差点にある現在の終点に向かって掘り進んでいった。または2008年11月から工事の進捗状況を紹介するため、 工事現場の写真を公式ウェブサイトに公開するようになった。2009年6月には、ポートオーソリティバスターミナルの入り口ランプの下に、タイムズスクエアマイナス42丁目駅への取り付け部となる全長46メートルのトンネル掘削が完了した。同時に、26丁目のボーリングマシン発進縦港から北方向に掘削が進められていた。 27丁目から28丁目付近は地質が軟弱だったため91メートルにわたって凍結工法が採用された。2009年12月21日にはトンネルボーリングマシンが34丁目、ハドソンヤード駅の仮壁まで貫通したことが発表された。2機のトンネルボーリングマシンは2010年春までにトンネルを掘り抜く予定になっていた。1機は2010年6月、 もう一機は、同年7月15日にトンネルを掘り抜いた。トンネルボーリングマシンは一部を解体した上で25丁目の発信基地まで戻され、すり上げられた。2011年4月に、または土木工事部分の進捗率は85%で、システム工事部分の契約を2011年7月に締結すると発表した。追加の入り口も計画された。 2012年5月には、または、延伸部分の全体進捗率は65%で、線路の布設が始まったと発表した。2013年8月21日には、または、延伸工事が90%完了したと発表した。2013年12月20日には、マイケル・ブルームバーグ市長が新駅への記念乗車を行い、市長としての功績を祝った。 この時点で開業は2014年6月の予定であった。ブルームバーグ市長の記念乗車から間もなく、開業予定が2014年6月から初週に延期され、さらに11月、2015年2月、2015年5月と次々延期されていった。これは駅に設置した2台の車高エレベーターの問題であった。または2014年10月1日に、 ニューヨークデイリーニューズ氏に対して主契約者との間で2015年2月24日までに観光して開業可能な状態にできれば4750万ドルのインセンティブを支払う契約を結んだと明らかにした。しかし、わずか2ヶ月半後には、または車高エレベーターがうまく動かないため開業は2015年4月から7月頃になると発表した。また、保安アラームや 火災放置システムの問題も遅れの原因だとされていた。2014年12月のニューヨークポストの記事では、後期遅延はハドソンヤードの開発を行っていたディレーティッドカンパニーズがちょうど新駅の真上で基礎校の計算を試行中であるためで、この基礎校が終わらないと新駅は開業できないとしていた。火災放置システムや保安アラームの問題は2015年3月に、 なっても収束せず、開業は夏までずれ込むことになった。車高エレベーターはトンネルの屈削コストを抑えつつ、車椅子利用者がプラットホームに行き来しやすくなるように導入されたものであった。車高エレベーターはイタリアのアッピアーノジェンティーレにあるマスペロエレバ通りが製造し、制御機器はロングアイランドで、超速機は オハイオ州で操作ボタン等はクイーンズ区で製作されていた。制御ソフトウェアはアメリカで製作され、エレベーター本体はイタリアで組み立てられたが、アメリカへの出荷前に組み合わせ試験が行えなかった。または、マスペロ社がまたの要求仕様が届いて、内容を確認した後になって、イタリア国内の協力メーカーに代わって、アメリカの受け負い業者を使うことにしたためだとし、 高度にカスタマイズしたことにより生じた問題を解決するためにマスペロ社と共同しているとした。2015年6月1日には、または延伸工事が99%完了したと発表した。この日、夏の開業に向けて7本の試運転列車が34丁目、ハドソンヤード駅まで運転された。ところが、6月15日には、 第3四半期の終わりまで延期となった。2015年7月20日には、またが2015年9月13日の開業を計画しているとレポートされた。その後、開業日は2015年8月28日であることが確認された。結局、9月13日の午後1時頃に開業式のテープカットが行われた。34丁目。 ハドソンヤード駅の中2階の建設状況を2013年12月21日の34丁目、ハドソンヤード駅34丁目、ハドソンヤード駅は11番街と34丁目の交差点に設置された。延伸区間に設置されたのはこの駅のみで2015年9月13日に開業した。または新駅によってヘルズキッチンやチェルシーといった近隣地区に 住宅や飲食店、娯楽施設が新しく建つようになるだろうとした。また、新駅のそばには、ジェイコブ・ジャビッツ・コンベンションセンターもある。駅には1体の車高エレベーターなどで、アクセスできる。プロジェクトは、この特注の車高エレベーターの設置に関わる、不具合で度重なる遅延に見舞われ、2012年6月には2014年6月の開業予定とされ、 ついには2015年末にまでなった。2014年12月15日には開業予定は2015年中頃になり、2014年4月には1機目の車高エレベーターが設置された。高さは24メートルで、こういった用途では初めてのものであった。延伸区間には5つの地上設備が設けられている。34丁目駅北側のダイヤモンドクロッシング。 当初の計画では10番街41丁目にも新駅が設けられる予定であったがコスト超過のため2007年10月に取り留めとなり延伸区間には終点の34丁目ハドソンヤード駅のみ設けられることになったまたは建設資金の手当がつけば建設するとしており2007年の建設契約では基本部分には含まれていなかったが4億5000万ドルの オプション部分には残していた。2007年12月終わり頃の報告書では、ニューヨーク市政府とまたが、駅舎部分の建設費で合意できれば、部分的に建設されるかもしれないとされていた。2009年2月には、またが2009年アメリカ復興、再藤資法に基づく総合経済対策から、十分な資金援助が得られれば建設できると発表した。2010年6月には、 ニューヨーク市が2本のプラットフォームと2つの出入り口を備え、プラットフォーム間の地下連絡通路は設けない駅舎を後日建設する場合の実現可能性を検討するための予算調達を模索していたと発表した。1993年に、またがハドソン川を越えて7系統を延伸する検討を始めてから17年後の2010年には、ニューヨークタイムズが マイケル・ブルームバーグ市長が、マンハッタン島対岸のニュージャージー州方々県駅や、ニュージャージートランジットのハブ駅である、セカーカス・ジャンクション駅への延伸が検討されていたと報道した。これにより、ニュージャージー州に住む利用者にとって、マンハッタンイーストサイドにある、グランドセントラル駅に直行できるルートができ、さらに、ニューヨーク市地下鉄の他の路線への乗り換えも容易になると考えられた。 もし開業すれば、宗教を超える初めてのニューヨーク市地下鉄路線になる。このプランは、クリス・クリスティニュージャージー州知事が2010年10月に中止したアークトンネルの代わりとなるものだった。2011年2月2日に、ニューヨーク市経済開発公社は、地下鉄延伸用トンネルのフィジビリティスタディに上限25万ドルの予算をつけた。フィジビリティスタディは、 技術コンサル会社のパーソンズ・ブリンカーホフが担当した。報告書は2013年4月に発表され、アークトンネルの予定経路にトンネルを建設すること、セカーカス・ジャンクション駅までのマルチモーダル輸送を確保すること、10番街駅を建設することなどが提案されており、北東回廊の拡張も考慮されていた。ニューヨーク・ポストは、ユニオン式とセカーカスへのフラッシング線の延伸に、 ついて、2012年末に、ブルームバーグ市長が公式に提案すると報道した。クリス・クリスティニュージャージー州知事とポートオーソリティは、計画が正式に承認されれば、推計100億ドルの建設費の一部を負担して、支持すると述べたという。この計画は、11番街に新駅を設置して、精神するルートを取ることで、費用のかさむヘラルドスクエア東側への、 トンネル掘削工事や大震度地下への複合駅設置を避けることができ、アークトンネルよりも安上がりであった。しかし、セカーカスでニュージャージートランジットからニューヨーク市地下鉄への乗り換えが必要となることから、アークの原案よりもマンハッタンへの所要時間は長くなる可能性があった。さらに、ニュージャージートランジットは延伸後も始終点を引き続き、 ペンシルベニア駅とする予定で、ニュージャージー州とニューヨーク州を結ぶトンネルを短く済ませるという目標は達成できそうになかった。一方で、クリスティ知事は、私たちが常に望んできたように、この計画は我々をマンハッタンの東側と結びつけるものだとも述べている。ブルームバーグ市長は、ニューヨーク州知事に選出されたアンドリューク主にこのプロジェクトをお披露目していなかった。これは、 このプロジェクトがさらに5年の歳月を要することからアークトンネルに交付される予定だった連邦政府からの補助金が自動的にこのプロジェクトに割り当てられない可能性があったからであったアムトラックが2011年2月に発表したゲートウェイプロジェクトでは7系統をセカーカスまで西に5マイル延伸する代わりに11番街から3ブロック東の ニューヨークペン駅まで延伸することになっていた。ゲートウェイプロジェクトはアムトラックの後押しでニューワークペン駅からニューヨークペン駅までの高速鉄道を付設しニュージャージートランジットレールオペレーションズの輸送力を増強するものであった。連邦議会は2011年11月にプロジェクトの研究資金として1500万ドルを割り当てていたがゲートウェイプロジェクトと地下鉄延伸は 資金調達においては競合関係にあった。2012年4月の予算審議において、またディレクターのジョー・ロータは、延伸線が予見可能な将来に建設されるというのは疑問であり、ゲートウェイプロジェクトは、ハドソン側のとかに関わる渋滞について、より有効な解決策であることを示唆している、と述べた。しかし、2013年4月に発表されたニューヨーク市の委託による、 フィジビリティスタディの結果は遠心計画の復活に望みをつなぐものであり、ブルームバーグ市長もセカーカスへの7系統の遠心は潜在的に有望なソリューションで真剣に検討する価値があると述べた。2013年11月4日のニューヨークデイリーニューズの意見欄では、ニューヨーク不動産業協会とエジソンプロパティーズの会長がトンネルをゲートウェイプロジェクトと共用する形で、 地下鉄をセカーカスまで延伸することを求め、同月のニュージャージー州議会会員では7系統の方法房権及びセカーカスへの延伸を支持する決議168号が可決された。ニューヨーク州専門職技師協会は延伸区間の第一期工事を2013年のコンストラクションプロジェクトオブザイヤーに選定した。ニスプは受賞理由として インフラ建設プロジェクトでの創造的ソリューションと革新的技術の開発における優れたエンジニアリング事例であり7系統を延伸プロジェクトはニューヨーク市内の地下トンネル掘削において初めてプレキャストコンクリート製セグメントでトンネル内壁を構築する二重シールドトンネルボーリングマシンを適用したまた TBM が適切なコースでトンネル屈指にや 内壁構築が行えるよう、軟弱地盤の効果に、世界で初めて凍結工法を適用したことを挙げた。延伸区間は 1.6km だが、トンネル自体は全長 2.3km である。WEN テンプレートアタッチド KML7 サブウェイエクステンションウィキデータにある、KML。ありがとうございます。